これまで動画で投稿してきました JR 長距離乗車券を活用した東北一周の旅はこちら宮城県で終わりを迎えます。宮城県より私は、今住んでいる関西、滋賀県になるんですが、こちらに直接空を飛んで帰ることになります。ということでこちら電車に乗りまして、宮城県にあります仙台空港へ向かっております。仙台空港アクセス線というものでしたね、確か路線名が。そちらが仙台駅より通っていますので、こちらを利用しまして仙台空港まで向かうことにしました。あ、で今更言うことになってしまうんですけども、岩手県の方での様子、まあ、あの宿泊したホテルとか結構大きくて、そちらも、この旅での注目どころになっているんですけども、まだ投稿していなくてちょっと順番が、前後しています。はい、ということを言っている間に仙台空港の駅に到着しました。あの先ほど長距離乗車券で、東北一周をしたと申しましたけれども、できたらね、あのこの仙台空港駅まで、その切符が通ればよかったんですが、そちらこのアクセス線の方はですね、緑の窓口で、発券ができないということで、手前の名取駅の方までの一件をお願いしました。ということで、あの長距離乗車券の終点は名取駅のもという形になっていまして、それより先は別で生産したという形になります。そのコーナーで、自動チェックイン機を使用しまして、仙台空港発大阪伊丹空港着の、便を、搭乗券発券したという形になります。こちらの、740って書いてあるやつですかね、ちょっと便名とかをね、ちょっとちゃんと確認できていないですけども、とりあえず保安検査場にと。非常に空いておりまして、乗った時期が3月の頭、2020年3月の頭ということで、まあいろんなね社会情勢を考えましても、ややこういう旅行客というのは少なくならざるを得ないという形かなというふうに思いました。ただこのようにですね、実際に飛行機の搭乗口に来て、そして乗ってみた限りですと、そこそこまあビジネス利用の方がメインなのかなとは思いますが、搭乗の方がいらっしゃったので、まあやはり需要があるんだなと思いました。ビジネス需要と申しましたけども、あのランクがありますよね、その優先搭乗のランク、そういったもので結構その優先搭乗される方もこのようにね、結構ほら座ってるらっしゃる方もすでに多いので、やはり新幹線とかの利用となりますとね、少し時間がかかりますから、仙台から関西までとなるとね、飛行機の需要が多いんだなというふうに思いました。このように座席に着きました。はい、キスって言っちゃった、A321 ネオですよね、あのモニターがあるタイプの機材になります。私はですね、自動チェックインの際に座席指定をしまして、うまい具合にですね、後ろが非常口座席になるように取りましたので、後ろにあれなんですよ、座席をね間違えてしまいまして、あの座席表でね、なんとなく覚えてちゃんとアルファベットを見てなかったらですね、逆の方に座っちゃってまして、なんかおかしいなと思ってたんですけどね、あのおじさまにね違う腕的な感じのことを言われましてね、言われてはないですね、ちょっとあのジェスチャーをされまして間違えましたけども、なんとか自分の席に座ることができました。このように、こちらの機材モニターがついてますのでね、はい、ちょっと機外カメラこれもついてますので、こちらで結構楽しむことになりました。あとはこの地図をですね割と頻繁に見ていまして、この日ね地図を見ていたことによって、ちょっとねこの使い慣れていないので、普段ね LCC ばっか乗っててモニターを
ある便ってそうそう乗らないので、Google マップみたいに動かせるもんだとね思ってたんですけど、ダメなんですね。これ自動で地図は あのスケールとかね変わっていくものになるんですよね。はい、そんなこんなでね、初めてではないですけども、久しぶりのねモニター体験をしていましたら、このように飛行機が動き始めました。こちらのチケット、航空券なんですけども、インターネット上の某、格安旅行代理店の、返金不可の、チケットをして買いまして、値段がですねおよそ7000円ちょっとでしたね。7000強でした、総額で。はい、このように ANA らしいね、安全ビデオが流れている感じですけども。ということで、こちらは、窓からの景色ですね。まもなく離陸しようというところです。降りて着陸寸前に思ったんですけど、もっとね機外カメラの活用したらよかったですね。やはり地上じゃないわ、海上じゃなくて陸上なんて言ったらいいのか、日本の領土の上を通る、メインで通る路線になりますから、もっと機外カメラでね下の様子とかをそのカメラ経由で見たかったなと思いましたけども、まあ後の祭りということで、まあ、窓からも景色いっぱい見れましたので、関東とかね中部地方とかいっぱい見れましたので、まあ良しとします。そうこう言っている間に、飛行機は離陸をする格好となりました。起きますでしょうか。あっという間に今までコツコツとね東北を一周してきましたけども、その旅とも、おさらばです。朝方にはね、この日の朝方には、岩手県盛岡近くのすごい田舎のね、すごくはないけどやや郊外みたいなところにいましたけれども、この日の夜にはもう、関西に戻っているというわけです。飛行機の力って偉大だなって思います。この時、天気は良好で風も少なめで割と安定した飛行だったんですけれども、上昇中に限りましては、気流が悪いということでやや不安定な上昇とはなりました。それ以降は、安定した飛行になりました。この、仙台に来るまでその JR で来たんですけども、そちらの方は非常に強風が吹き荒れておりまして、なかなか、ダイヤの乱れがひどくて2時間弱ぐらいね遅れてる電車とかがあったりとか、私が乗っていた在来線とかもですね、ずっと風で動けない状態が何十分も続いたりしまして、それはまあひどかったですね。まあこれは天候のせいなので、JR 東日本さんが運行届けではなくて安全に努めてくださるというので、それは嬉しかったんですけどもね。まあ東北の方はそんな感じで非常に大荒れではありましたけども、それ以南ですねは、非常に良好な、気候となっていまして、非常に快適な空の旅を楽しむことができました。後ろがね非常口座席ということで、スペースが空いているかとか形になりますので、後ろの方に気を使うことなく、リクライニングを通すことができますと言ったりしました。私自虐みたいになりますけど、足も短いので、前方の、ね、広さはそこそこあれば大丈夫なんですよ。それこそプレミアムクラスとかそういったありますよね、JAL でも似たようなものありますよね、ちょっと広くなるやつで、ああいうの使わなくてもこういう一般的な航空会社の一般的な広さであれば十分足元快適に未来を過ごせますので、 MCC の時も少しきついですけど、それでもそれこそ欧米の方の体力に比
比べれば全然マシというか、一般的なね日本人成人男性よりも足がすごく短いので、あー悲しい。そうこう言ってる間にですね、多分先ほどね手前で映してた夜景の映像は、あの関東平野、それこそ群馬方面とかの、映像になったと、夜景になったと思うんですけども、こちらもあれですね、岡崎方面になりますね。これでねもう早速ね航路がおかしいことになってますけども、普通に多分名古屋ら辺を通れば、あの一気に伊丹空港に向かえるはずなんですけども、もう早速ですねこのように愛知県のね南部の方に迂回し始めてるんですね。これぐらいからですね、あれ、あれれれおかしいなという感じに思ってまして、まあ先ほどねモニターで目的地まで何分みたいな表示があるんですけども、それもなかなか縮まらなくなって、まあ伸びるか伸びないかぐらいになって、でなんとなんと奈良方面まで迂回してしまいましたと。これはどういうことか、本来であればすでに着陸態勢に入っている時刻ですが、ただいまのところ着陸で午後8時20分頃になる見込みです。南ターミナル6番ゲートへの到着は8時25分、開始は8時30分頃になる見込みです。どうぞご了承ください。はい、アナウンスを聞いていただきましたでしょうか。私はナレーションを吹き込んでいる間、あの動画アナウンスが聞こえない編集ソフトになってしまってますので聞こえてなかったんですけども、おそらくもう、アナウンスで言われてたと思います。伊丹空港、あの着陸機と等々、まあ、あの離陸便もなのかな、それ滑走路が一緒なのか別なのか知らないんですけども、とりあえず、まあ、あの伊丹空港は混雑しているということで、こちらの奈良県の周辺を迂回するという形になりました。ぐるっと南側を回り込んで、最短距離を通らずにフライトを、楽しむという形になりました。乗っててもねぐるぐるしているのが分かるんですよ。この後ですね、この航路の、イラストというかね経路図みたいなのが面白いことになりますので、あのそちらもねしっかり記録しています。高度もだんだんと左側に移っていますが、多分下げている、今は下げてないんですね、多分迂回してぐるぐるしている段階だと思います。はい、このようにね、あの伊丹空港とは完全にそっぽ向いて、あ三重県側を向いて、あ完全に三重県側を向いてしまいましたこれだけ見るとね、あの事情を知らないとなんだというか感じになりますけども、はい、このように半周ぐるっとね、こちらの周辺で、こちらの少し東で、ぐるぐると半周をしたという形になります。いや変な感じですね。飛行機もね、明らかに旋回を繰り返しているのが分かるんですよ。ちょっとね飛行機のそういう動きが苦手な方からしたら嫌な感じかもしれないですけども、この時はね気流も安定していましたので、まあよしという感じで、はい、ということで一周しまして一周しまして、やっと伊丹空港に向かおうかという言いたいところなんですけども、この点線を見ると分かるようにやはり伊丹空港の方を向いていないんですよ。ただいま最終の着陸体制に入りました。シートベルトをもう一度お確かめください。飛行中お使いになった座席のリクライニングとテーブル、プレミアムクラスをご利用のお客様はフットレスト、ネックレスト、ヘッドレストも合わせて元の位置にお戻しください。この先の化粧室のご使用をお控えください。手荷物は前の座席の下奥にご収納ください。順調に参りますと伊丹空港着陸8時18分、3位なる6番への到着は8時22分になる見込みです。そもそも終わってますよね。はい、目的地まで17分と書いてますけどね、もっと伸びてますよね。
はい、ということでですね、ぐるっと一周した後にまたさらにね、奈良県の南側の方に移動しました。目的地まで10分の、ね、書いてあるのが虚しいですね。高度も、はい、かなり下げましたね。とりあえずね、夕方から夜にかけての便なので、で、あの窓側で、リクライニングしやすい席を確保しましたので、とにかく夜景を楽しみました。はい、このようにね、今旋回したのが見て取れたと思います。もうこの景色はあれでしょうか、奈良県は過ぎて大阪の方の景色に入ってるんでしょうかね。非常に明るく夜景が見えますけども、いいですよね、左側のね、大都市間と右側の幹線道路だけが神々しく光っている感じ。これこそ飛行機での楽しみ、夜の楽しみ方だと思います。あ、どこ向いてるんですかね。仙台に引き返しそうな勢いです。高度はかなり下げてますけども、これまだ奈良なんですかね。この感じだとまだ奈良が見えている段階でしょうか。飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景見たいだっていうのが、どうしてもね、これをこういう夜景を見ていると頭をよぎります。あの曲が日本中で大ヒットしたあれですよ、キーが高すぎるあれです。私は、中学時代に合唱をやっていましたので、なんとか、キーはね、低い方のパートだったんですけども、なんとか頑張ってカラオケでは歌っています。はい、手前の方に団地、住宅団地のような景色が見えますね。あとは高速道路みたいなバイパスでしょうか。で、奥側には、より大きな街が見えます。奈良と大阪の間の景色っぽく見えますが、本当かは知れません。奈良と大阪の間を行き来したことって人生の間で、ほとんどなくてですね、特に車ではなくて、普段車はよく乗るんですけども、ないですね。地図とかで結構大きなバイパスとか走ってますので、あと高速も多分ありますよね。なんでちょっと一回ね、ドライブしてみたいんですけども、電車ではですね、ちょうど昨日ですね、大和路快速ですかね、ホンディ乗ったのかな、そんな感じの名前の、大阪から奈良まで直結している直通の JR の電車に乗りましたので、また動画にすると思います。あ、やっと大阪方面を向きましたね。はい、このように、東、大阪市の東部から東大阪はこのエリアなんですか、違うんですか、からおなじみのね、京橋大阪城方面を通って、伊丹空港に戻るという形になりますね。あ、東大阪とか八尾の方ですね、こちらから大阪市街に入り込んでそのまま伊丹空港に着陸するという流れですね。これ伊丹空港が混んでなかった場合っていうのはどうなるのかなと思うんですけどね。これ天王寺のあたりですか、今通過してるのが。多分その辺に、大阪の市街地の南部ぐらいになると思うんですけども、その手前のナンバーとかそういうところになるんですかね。関西に住んでね、もう7、8年ぐらい経つんですけど、まあ、大阪もね、滋賀県住んでますけど、大阪もたまに行くぐらいですので、とりあえず、まあ、大阪南部の市街地の景色ですね。もうちょっと行くと多分北部のね、南から北エリア見かけてのね、映すことになると思います。大阪をね、こういう風に十字、あ、これかな、ここが天王寺じゃないですか。あ、多分
あのアベノハルカスじゃないですか、今映ってるのは。さっき、さっき映したのどこですかね、隣の。わからん。さっきのどこになるんですかね。とにかく夜景が綺麗なのでね、多少の間違いはよしとしましょう。とにかく大阪いうのはね、このようにびっちりと、そんなに大阪の市街地って広くないんですよね。びっちりと都会がねあるっていう感じになりますね。はい、見えましたね、大阪城、大阪城公園。大阪城の手前には、大阪城ホールもありまして、その手前が京橋のエリアとなります。私の知人がですね、あの読売テレビのアナウンサーをしておりまして、この、ね、真下で頑張ってニュースを読んでるんだなというふうにね思って感心をいたすばかりとなるという感じですね。はい、ということでね、あのこの京橋エリアちょっと西に行くと梅田エリアですね。梅田のあたりの、高層ビル群、非常に美しい景色を見ながら、もう間もなく、そう見取り取られたいんですね、もう間もなく一旦空港に到着するという形になりますね。いや美しいですね、梅田のビル街。私ね、高層ビル群、高層ビル群がもう小学校の頃から好きで、こういうの見るとねたまらなくなりますね。小学校の頃の自分でも見せてあげたいです。私の地元は四国高知なんですけれども、あの高層ビルがね、2、3箇所ポツポツみたいなねエリアがあるんですけども、そこを眺めるのがね、昔好きだったんですよね。今でもね好きなので、帰省した時にまたこの動画とか撮れたらいいなというふうに思ったりもしています。そんな今度ですね、まもなく伊丹空港に到着です。兵庫県伊丹市に入る感じですかね。ややこしいですよね、大阪の空港なので。伊丹市って表現、そうなりますよね。はい、だんだんと陸地が近くなってきました。まもなく着陸です。はい、このように経路図がですね、奈良の周辺でぐるぐるとしていますけれども、無事に到着してくれてホッとするばかりですね。トラブル等じゃなくてですね、混雑が理由っていうことですから、まあ急いでる方からするとね、ちょっと早くしてくれという焦りが出てくるかと思いますけども、もう私は急ぐこともね旅の終わりなのでなくて、ゆったりとした座席でね、空の旅をくつろいだ、空でくつろいだという形になりますので、結果的にはね割と良かったですね。はい、前方のカメラを利用して着陸の様子を見ています。いやー美しいですね。もう郊外なので、ね、周りはそんなに都会なわけでもないですけども、周りの夜景とこちらの滑走路の光が相まって非常に美しい光景を醸し出していると、すごい衝撃を、体に受けまして、自分の肉体が、陸地に降り立ったことを、痛感させるという形になります。とにかくね、皆様、伊丹空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまで、シートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けたときに、手荷物が滑り出る恐れがありますので、十分お気をつけください。この先は電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は、ため、もうしばらくお控えください。今日もスターライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございました。が、皆様の次のご乗車をお待ちしております。無事に Ladies and gentlemen, we have landed at Osaka International Airport. Please make sure you have your seatbelt fastened. Your seatbelt is fastened. Your seatbelt is fastened. Take care when opening overhead compartments. At baggage control, from now on.奥側にはね、これ JAL かなんかですか、の飛行機が
止まっているのが見えます。This flight will be arriving at gate number 6. Thank you for flying with Air A and Star Alliance. We look forward to seeing you again. チケットを確保したサイトが海外の旅行代理店のサイトになりまして、はい、いい感じですね。はい、いい感じです。無事に到着しました。はい、で海外の旅行サイトで取りまして、あの日本語での、ね、カスタマーサポートみたいなのがちょっと少ない。時間帯とか限られてるやつで、本当はね、あの友人と乗る予定だったんですけども、友人だけね乗らないという形になりまして、本当はね返金、そのそれこそ新型のあれを理由に返金とかねできたらよかったんですけども、ちょっとねそれに時間を割かなかったということで、まあまあ友達がねの分ですから、まあ、友達がまあいいやと言ってたので、まあいいとしましょう。で、あのこのようにね、あのビジネス利用っぽい方が多く乗ってらっしゃるので、搭乗率としますと結構 5、6割ぐらい、半数以上は行ってたと思いますね、お客さんね。ということで、歩いて荷物を受け取りに行きたいと思います。預け荷物がありましたね、お土産とかね。たまたまね、割と早い段階で荷物が出てきてくれたので、すぐにね、急いではないんですけども、すぐに、滋賀県方面に帰ることができました。この後はですね、大阪モノレール、そして阪急電車と JR を利用しまして、京都経由で滋賀県方面まで戻るということにしました。このようにね、他のね、ところから飛んできた便に乗られた方も結構いらっしゃるようで、まあいろいろね世間が騒がれていますけども、まあ乗られる方はねちゃんと対策をして乗ると、そういう感じで、まあ空の航空業界もなんとか回っているように見受けられました。